はい、今日もですね、なんとドギーボックスさんから12月号が届きました。もう分かってるね、アイビーね。ということで開けていこうと思います。これ何、これ何、アイビーちゃんのだね、アイビーちゃんのだね、嬉しいね。よし、開けるよ。ちょっと待って、ちょっと待って、チューンすごいすごいすごい、ちょっと待って、ちょっと待って、はいはいはい、ちょっと順番に行きます。順番に、はい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 、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、分かった、じゃあ先にちょっとね、もう出しちゃいます。アビちゃんが好きなのは、あ、これじゃない、これじゃない、うわー、いいね、なにこれ、かわいい、ソリですね。ちょっとアイビーちゃん商品紹介ができない。ちょっと待って、待てよ、待てよ、タグ切るから、ちょっと待って、待って、待てよ。うわ、これ。あ、いいね。じゃあこれをちょっと食べ、あの、これで遊んでる間に他のやつ紹介しますね。はい、今回クリスマスボックスということで、あ、もう一個おもちゃが、もう一個おもちゃが。すごい大興奮ですね、アイビーちゃん。アイビーちゃん、こっち側でカメラ目線して。あ、こっち、こっち。うわ、すごいね、すごいね、すごいね。あ、これ、ビューって伸びるじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。ありますね、これ。あ、いっぱいあるね。そして、あ、ちょっとこんな感じでね、ちょっととりあえず出しました。はい。じゃあちょっとね、一個ずつね、見ていこうかなと思います。あ、これがいいの？アイビー、これが気になってしょうがないらしいです。はい。これはね、何かな？かわいい。ホースハーツっていうことで、馬の初ですね。馬初？馬初っていうのかな？はい。馬の初。これをね、ちょっとアイビーちゃんあげますね。試食ね。はい、ちゃんとレビューしてくれるかな？はい、ちゃんとお座りして。お座りして。待てよ。待て、お座りして。待て。待てでしょ？待てでしょ？お座りして。そのまま待てだよ。パクっていかないよ。待てでしょ？セット。待て、待て。待てよ。待てよ。あ、こう、待てでしょ？すごい。あ、これ待て待て待て。待て、ちょっと見せるから。こんな感じになってますね。すごい。あ、匂いちょっとしますね。じゃあこれをね、ちょっと、ちぎってあげようかね。手前食べちゃう。あ、美味しいかな。そして、このね、ちょっと説明書をまずね、こうやって感じでクリスマスカードみたいな感じであるんですけれども、はい、説明書あります。こちらなんですが、ホースハート、馬の馬発、馬の発、新鮮な馬の心臓をスライスして乾燥させました。ビタミン B 群とか、バテ予防とか毛並みとかにいいらしいですね。ちぎって与えるということです。かわいいクリスマスですね、入れ物が。続いて抹茶あられという気になってるやつあります。かわいい抹茶あられだって。これあられ好きなの、あられ、アイビーちゃん。はい、これはですね、新潟産県産のもち米、綿帽子と同じく新潟県産の茶葉を使用ということで、抹茶なんか人間も食べたくなりそうな感じですね。ちょっと開けてみます。抹茶って初めてだね、アイビー。はい、これもお座りしてちゃんと待ってて、開けれません、そうやってやってると。開けれないか、お座りは？シッ。そう、待てよ。待てでしょ？シッ。待て、せっかちさん。待て、待て、シッ。わ、めっちゃ抹茶の匂いする。待てよ。ほら、何？あ、めっちゃ抹茶の匂いだね。待て、あげるよ。待てよ、待てよ。待てだよ。よし。あ、食べた、食べた。どう？人生初抹茶。抹茶好き？美味しい？あとでどれが好きだかやってみようか。そしてね、もう一個入ってますね。これは、アイビーちゃん大好きですね。これ、炭火焼きマグロ削りということで。まあ、前もね、こういう似たようなやつ入ってましたが、こういう、鰹節みたいな感じになってるんですけど、これご飯に振りかけたりしてもいいですね。マグロは動脈硬化の予防とかにもいいそうです。そして炭火焼きってなんか、人間よりも豪華じゃない？ちょっと待ってよ。待って。匂い嗅がせて。わー、かつお節みたいな匂いがする。ちょっと待ってでしょ、待ってでしょ、これ待ってでしょ、待ってでしょ。よし。美味しいか。美味しかったね、美味しかったね。
さあ、アイリちゃんが好きなのはどれかな。ちょっとじゃあ待ってよ。お座りして。セットして。セット。セット。お座りは。口、歯にくっついちゃった。お座りして。お座りして。セット。待てよ。待てだよ。じゃあこちら。待てでしょ。待てだよ。カツと抹茶ね。これも美味しかったね。抹茶卵ボールサイズですね。これも待てだよ。そしてちょっとこのフレークですね。こちら炭火焼きのフレークをちょっと3つ並べてどれが好きだかやってみましょうかね。待てだよ。ね、炭火焼き。まあ、量的にはこれ多そうなんですけどね、一番。はい。待てだよ。待てだよ。じゃあちょっとね。さあどれが好きかな。よし。あ、抹茶から行きましたね。意外。初かと思ったら抹茶行きましたね。意外と美味しいのかな。はい、ということです。これがですね、トナカイとソリですね、これがね。かわいい。ちょっとよく見せてあげようよ、これね。ほら。なんか、あ、ここになんか入れれる感じですね、ここ。ここに。ちょっとこう、例えばこう、抹茶のね、待ってだよ。これを入れて、これを、この中に入れます。入っちゃった、入っちゃった。こういう感じで遊んでれるね。遊んでれるね。この子、ちょっとある。で、こちらのね、トナカイさんは、こんな感じ。マフラーがあるんでね、かわいい。あ、すごい。こういうとこも引っ張れるし、ここがね、伸びる感じになってます。足がね。ビヨーン、ビヨーン。かわいい。アイビーに似てるよね、ちょっとね。めっちゃ必死に撮ってる。あ、撮れる？撮れる？あ、頑張れ、頑張れ。あともうちょっとだ。頑張れ、頑張れ。あ、撮れた。撮れた？撮れてない？撮れそうだよね。頑張ってる。あ、撮れたの？あ、撮れてないの？なんか、まだ入ってるね。できた？ちょっと、なっちゃう。はい。はい、頑張れ、頑張れ。ポーンと、撮れた？あ、ちょっと中がめっちゃ緑の色がついちゃった。かわいい、これ。この、ね、もう入ってない、もう入ってない。こんな感じになったんですね。ここを引っ張って、こういう感じで。ここ加えてよ、アイビー。はい。で、もう一個ね、入ってます。これ、かわいい。これはね、アイビーちゃん、わかんないかな。あのね、なんとこれはですね、肉球クリーム。実は肉球クリーム欲しかったんだよね。アイビー、ちょっと肉球が、かさついてる。え、めっちゃかわいい入れ物に入ってます。こんな感じ。なんか、すごい、インスタ映えする感じですね。かわいい。ちょっと、行ってみようか。これ、食べ物じゃないよ。ほら、匂い嗅ぐの。ね、舐めちゃいかんって。ね、こんな感じです。これは何でできてるんだろうね、クリームって。ホホバオイルと蜜ろうですね。ちょっとアービーちゃんの肉球、もう入ってないです。もう入ってないです。ちょっとね。これは蜜ろう、あの肉球クリームです。これ違う。これささみじゃない。なんか葉っぱ。こんな感じになって。はい、こっちつけました、肉球クリーム。こっちつけてないです。つけた方がツヤ感がありますね。かわいい。はい。はい、という感じで今月こんな感じで、ね、たくさん入ってるんですけど、ちょっとその中でもね、私がすごく、感動したのがこちらです。じゃーん。はい、保護犬にクリスマスプレゼントを贈ろうということで、なんと、今回ですね、このドギーボックスさんにこちらの封筒ですね、にアイビーのもう使わなくなったおもちゃとか、まあ、保護犬に、ね、寄付したいおもちゃとか、そういったものを入れて送り返します。そうすると、それを、ドギーボックスさんが消毒してくれて、まあ、洗浄消毒した上で保護犬たちにプレゼントしてくれるということで、アイビーちゃん、アイビーちゃんのおもちゃ保護犬に寄付するの？ねえ、アイビーちゃん優しいね。アイビーちゃんどのおもちゃあげる？ねえ、どのおもちゃあげる？かわいい。ということで、ぜひこれはね、本当にね、みんなね、やってほしいですね。うん、ぜひぜひ。私も本当に、サイズがアイビー、本当、でかくなっちゃったから、もう小さくて使ってないやつとかもあるんですよ。そういうのね、本当、どうしようって思ってたんですけど、こういう機会があるのは本当嬉しいです。これ本当にね、宣伝してほしいですね、いっぱい。はい、ということで、送ろうと思います。ということで、今月もたくさんありましたが、アイビーのお気に入りはもう、あ、やっぱこれが美味しいの？このフレークがすごいお気に入りみたいですね。おもちゃで遊んでアイビー。ね。はい。ということで、今月も盛りだくさんでした。
ありがとうございます。写真撮ってね、インスタにもアップしようと思います。ぜひアビーのインスタもフォローしてください。